コピーして、コメントをコピーして、で、貼り付ける。じゃあ、ペースオフか、とか。狙ってる？うん。いや、20分かかるんやで、20分。5分やったけど20分かかるんやで。そう、来てもらう、こっちに。もらう。今日は出勤せんでいいからこっち来れるかって。結構台本ガチ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 です。台本じゃないです。うん、テテさんの家はちょっと劇団にするけど、それ以外基本的にガチなんでね、俺は。え、何しろんこれで銭湯入ってんの？なんか家追い出されたみたいに聞いたけど、絶縁して、なんかあの家を追い出されて、今フラフラしてるて。どうするどうする？え、家って？あいつ家あるやん、今。違う、三鷹の方に家あるよね。スイジや。もしもし、高橋か。うん、どうしたん。あ、今さ、ヒコポンが電話来てさ、お願いがあるって。なんかフワッチでブロック解除してくれって。あ、もうせえへんせえへんの。もうな、でも需要ないもん、ヒコボン。需要ないの？どうしても解除してほしいって。いや、もういいかな。ダメ、もう。無理か。無理よ、こんなおばはん。なんでだ、見たいのかね、高橋の配信を。いや、違う。あの、ヒコボンは、ブロック解除って。配信で、俺、この前、この前電話あったんが、配信で私、もうちょっと使ってくれませんかみたいな。名前出してくれませんかで。そういう意味合いを込めて多分やってると思うね。絡みたいのか。そう。今テテが人気だから。多分それで嫉妬してると思う。あ、嫉妬してんのか。そう。売名ね。売名。ああ。なんか名前出して。なんで売名？前は使ってたの？チコポン。まあ相沢さんとは絡んでる時はな、あれしたけど。うん。もう今はもう去ってもうたから。ダメになった理由は何なの？あ、ダメになった理由？ダメになった理由、なんか忘れ、な、え、俺がってこと？たかしがあの、ブロックした。あ、もう需要ないもん。需要がない。需要ないもん。嘘つきだしダメか。ダメやな、ちょっとせいさん、ダメ。ヒコポン、いや、俺知らないもんね、この人あんまり。ヒコポン、なんかさ、山田のおもちゃっていう認識。ああ、そう、俺もそういう認識あるから。なんかさ、山田がなんか絡んであげてて、なんかほら、動画でこうやってやってたじゃん、テレビであれ。だから僕あんまり知らないんだよ、この人。ヒコポン、だってもう展開性ないしな。遠いし。遠いしね。そう考えたらもういいかなで。じゃあ言っとくわ。あ、すいません。ダメだって言って。はい。どうしても解除してくれって言ってたけど。お願いします。はい。大事なヒコポンは。そんなこと、こっちも大事やからな。こっちの方は。鮮度、価値の趣味。いや、行くか。価値今配信してる。
配信してる？してない。じゃあ行くか。うん。ちょ、運転モードやから、運転モードちょっとあの。ちょ、頼むわ、もうマジで。トップグループ、これやばいぞ、お前。うん。22分。こっから。OK、行きます。一応な、ラジオするわ、うん、今日は僕もちょっと早上がりしますね、うん、早上がりします。現場まで約20分ね。どこ行くので？銭湯。銭湯行きます。だから。運転したいか今俺。ラジオ配信です今日は。ラジオ配信。フロスで今日は銭湯ですよ。だから逆にさ、俺が歌詞のストーカーなってない？俺が歌詞のストーカーなってない？大丈夫？うん、俺もちょっとね、配信回ったらね、頭おかしくなるんでね。配信回ったら合ってるよな、多分。合ってる合ってるわ。無料相手お願いします。ランキング1位になってます。現在総合19位。総合1位目指します。総合1位。しないっつってお前。これ今今日俺めちゃくちゃ寝たからめちゃくちゃ元気やで俺、うん、めちゃくちゃ元気やからな俺。これは違うで。あそこまでコースかて、まあ、イベントの順位次第やな、うん、イベントの順位次第。昨日も朝までやったかな。まあまあ結構疲労困憊よ。最近配信時間長いからさ、12時間とかやってるもんな。これ子供やで、ね、子供っていうか前の子な。前の子
無料アイテムお願いします。 WGP だんじり祭りは来てないな。だんじり祭りの子じゃない。チュンチュレンチュンチュレンで今日も祭りです。今日もね祭りします。ふわっち祭り祭りでーす。チュンチュレンチュンチュレンってね、8月の20日やったかな、8月やったかな、でもあれやで、最近なんちゅうもうなんか3000人とかいかんわ。うん、一時な3000人とかいったけど、もう最近2000人が席でやばいもんな。うん、2000人が深夜で3000人ってなかなかね、いかんわ。これ回るんかな。現場まであと15分かな、15、6分、15、6分です。パルパルって昼間5000人近くいる時あるよね。だからそれね、炎上ニュースやろ、あれはもう定時やからな。うん、サクちゃん元気で、サクちゃん元気やで。うん、もう、ね、寝返りしろ今、寝返り、寝返り打って、寝返り打って、まだハイハイはせんかな。ハイハイはせんけど、寝返り打つぐらいじゃん。いや、まだ言わへんよ、パパって。うん、まだまだそのレベルじゃないね。うちの家庭はね、まだ平和よ。うん、でもね、ふわっちは荒れてますよ、ふわっちは。皆さん気をつけて。皆さん。ちょいでもしよう。じゃ、運転します。14分な。もうちょっとまっすぐ行かしてくれんかな。なんかこのくね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 、なんか安全に行きます。もう着くで、もうあと13分で。あと13分やからもう着くはずやぞ。ね、テテの言ってることは全部が嘘じゃないけど大げさに持ってるんだよ。もうそう、何があったん今日。
何があったん？これか曲がるん？まだか？担当直入ってぶっちゃけ知らんよ。それをだから今から聞くんよ。何があったんですかって。11時からママ活？え、あいつなんか病院って言ってたね、病院。11時から面繰り。え、家臣じゃない？なんか病、うつ病とかあんの？この子。うつ病とかさ。え、パニック持ちなん？家臣？あ、そうなん？うつ病なんや。俺知らんかった、全然。あ、そうな、うつ病なんや。え、それは、何その、お金のもらえるうつ病？その、なんちゅうの？障害年金とかさ、そっちの、なんか、もらえる、あれ？天然は毎日テテのうんこ食いしてるけど、楽しいので、あんま儲からんすね、正直。あんま儲からん。だからもうそろそろね、もう引退しようか思ってるよ。儲からんから。で、儲かるんやったらね、やんねんけどさ。もうそろそろね、潮時は思ってんの、俺も。逆もう赤字食らうよ。赤字。出費が大きいよね、結構。だからもう今日あたりで、ひょっとしたら最終回になるかもしれへん。最終回。あと9分。手に負えない。儲からんわ。昨日のあの差し入れ芸やろ。見た？ファミリーマートのあの変なにあの バターチキンカレー。あの一つの効力がもうあそこまで発揮するからね。ちょっと調子乗りすぎ。で、今度さ、いや、今度言ったりさ、みんな言うやんか。テテさんをいじめないでって。かわいそうで。乗らせすぎな、俺が。俺が調子の乗らせんやな、いやでもあれはあのうちの劇団員やからね、みんなあのガチになって見やんとってよ、ガチになって
もう吉本新喜劇見てる感覚で見てほしい。新喜劇を。そう。いや、うちらも劇団員よ。だから書いてるやん。俺、プロフィールに。うん。なんて書いてる？そう、新喜劇ね。テテさんは劇団員なの？できる？劇団で、もうできまくってる。うん。もう最高の劇団員。こんなガチになって見るもんちゃうで。劇団員のセンスとしてはね、もうすごくね、ズバ抜けてる。うん。配信がもう非常にやりやすい。持ってこい。テテさんから話聞かない。いや、とりあえず行こうよ。うん。とりあえず現場行こう。現場行って、で、こじって話聞く。どこにおるの今。どっちを信じたらいいかわからないで。だから俺だけ信じて。うん。俺だけ。OK？ 252 番。劇団員の募集の予定はないですかって。もう劇団員じゃあんまね、こう、なんちゅう、目に光る人があんまおらんよね。こっち、今のところ。こう、パッとなんちゅうの、その、あ、この人、こう、配信的に、あ、光るなって思う人あんまおらんな。こんな配信をあんまね、ガチで見やんほうがいいよ、みんな。うん、ガチで。ちょっと一線置いてね。一歩引いて見てほしい。OK？ で、うちの会長、今日は配信は、撮ってる？配信。白は難しいな。うん。やって、今日配信したいの？あ、イベント、張り切ってた。相手曲がってんの？そもそもは。ファンタナイス！いいねナイス！はい、メガホンナイス！はい、風船ナイス！こんな感じやろ。家臣は今なんかリラクル行こうかな。リラクル、ま、金かかるわ。あ、そうな、無料結構飛んだやん。無料飛んで、ほんで本体は、うん、本体は飛んでんの、本体は。あ、パニティ、あいつ今どこおんの？そういえば。
こっち方面おるって聞いたけどな。青梅ってどこなん？もっとあっちの方？もう着くで、もう着くで、もうあと2分で。え、あいつこんなところおんの？カチン。じゃあこっからね、もうあれやから映像外見するわ。来ました。あいつ家この辺な。もうあと1分ね。あ、これか。これやん。甲信湯。え、ちょっと待って。これさ、入っていくな。カシンの車ないんやけど。え、あいつおらんで。甲信湯にカシンおらんけどな。これ釣りか、これ。あ、何しろあいつ。あ、ちょっと待って、でもな、ここあかんわ。電波悪いよ、めちゃくちゃ。電波悪くない？電波悪くない？今日凍結でお願いします。ん？凍結で、今日はこっち見、こっち見てて。今日凍結でお願いします。どういうこと？ちょっとあの、休む理由ちょっと言ってもらわかん。今日は休む。ちょっとこっちの、こっちので。はい、カチン。あ、すいま
します。天然さん、本当にネット探すことないじゃないですか。お前さ、スッキリしやがって、お前。お前、スッキリしやがって。探すことないじゃないですか、本当に。何が？探しなよ。いや、絶対来ないと思ってたんですよ。うん。じゃあ。さすがフットワーク軽いっすね。うん。何があった？じゃあ、今日、テテさんに、あの後、テテさん帰った後。ご、鮮度いくらやったん？ここ、あれっすね、520円ですね。おい、え、風呂はないよ、家に。いや、あるんですけど、うん、あのたまにはこうやって大きいお風呂に入るしかないかなみたいなのがあって、うん、で、それで、うん、そうだね、520円ってあれ、昨日俺があげた1枚、1枚からやんな。あ、そうですね。領収を。あ、ごめんなさい、ないです。ごめんなさい、ちょっと待ってください。あとでちゃんとあの、うん、領収まとめて、ちゃんとあの、うん、何、あの変なように使わないようにちゃんとするんで、ちゃんとお返しするんで。うん。はい、いやいや、別に。あのね、ちょっと今日あのね、違う。え、うん。あのね、あの人帰った後に、僕配信ちょっと30分ぐらいやって、うん、で切ったんですよね。で普通に今日何もしなかったんです。切って寝たのあれから寝ました。うんうん。でその時にあのテテさんがあの寝る前に、うん、あの今日起きたら一緒にあの、うん、買い物行こうみたいな。そう、配信がで、はい、うんうん。でそれで僕は聞こえないで、声張れて配信者やろ。あの、うん、すいません、あのね、あの会長にあの今日起きたらあの買い物行こうって言われたんですよ。で、あ、うん、分かったよって即答で言ったんですよ。じゃあ起きたら行こうねみたいな。で僕起きてあのスケジュール見たら、あの明日あのちょっとあの病院通院行かなきゃいけなくて、病院がありましてね、あの朝の11時なんですけど、うん、でちょっとあとプラス着替えとかもしたかったんで、まあ、ちょっと実家に帰ってたんですよね、あのあと、まあ、配信しながら、うん、で実家に帰って、で、あ、帰ったん一回、あ、帰りました、はい、それ言うたの会長に。あ、ちゃんと説明しました。その何、本当に明日あの何、うん、あの病院だし、うん、ね、ちょっと実家帰って、うん、でちょっと着替えしてからで東京方面向かって、うん、で明日病院行かないといけないから、うん、じゃあ今日帰りますねって言ったら、うん、そしたら会長は、あ、そうなのね、大丈夫、全然大丈夫だよみたいな感じで見送ってくれたんですよ、うん、その僕が出る時に、うん、でそれで僕あの配信をあのつけたんですよね、帰り車載配信で、うん、でそれと同時に暴露配信が始まったみたいな。向こうの、はい、何さん暴露で、なんかそのなんかチンチン、あ、ごめんなさい、あの下をそのカチンのカチンをその、うん、何、触らせたみたいな。寝てる時に、はい、うん、あの手をこうやって持ってったっていうことですよね。うん、多分それは本当なん。いや、僕覚えてないんですよ、それは。それで、で、あの、あと家臣になんかその、いろいろやられたみたいな感じで、うん、で、なんかすごい暴露ですよね、うん、で、僕も鳩来て、うん、いや、そんなことないなと思いながら、うん、で、そのとっさに、じゃあ今日20時にあの説明したいんで、うん、あの配信しますっていうふうに言ったんですけど、うん、もうやっぱもう日和っちゃって、もうずっとここにいたんですよ。あ、も戻らんと、はい、配信つけようと思ったんですよ、ここから、ここから。うんうん。で？で、そしたら天然さんから電話来たって感じです。うんうんうん。じゃ、カチンは覚えてないんや。全く覚えてないし、うんうん、そんなことさすがにしないですよ、さすがに。ひよったってことは本当かって。ん？ひよったってことは本当かって。いや、本当ですよ。で、僕ちょっといろいろ配信見てたら、うん、そのなんか誰かがなんかその家臣を救いたいみたいな便乗してて、うん、あのヒコポンでしたっけ、うん、でなんかいろいろやってたんで、これ怖ーと思いながら、もう配信つけるにもつけれなかったんですよね、うん、これどうしようかなと思った時に、うん、まあ今日はもうここでもう寝ようかなと思って。ここで、はい、ここ寝れるん。まあちょっと近くに行けばコンビニとかもあるんで、うん、まあ、この地域でもうちょっと、もうちょっと朝までね、寝ようかなみたいな感じで。え、ここ閉まれへんの、駐車場があって。は多分ないですね。開きっぱなんや。あの前も
ここ寝たことあるんで、うんうんうん、はい、あとまあ近くにまあまあいろいろあるんで、うん、っていうところなんですけど、本当にね、天然さん、僕別に前振りとかじゃなくて、うん、本当に探さないでくださいって、探さないでくださいよ。だって探さないでくださいって、だってそれ探すってことやで、俺やかしら。分かってないなお前。探さないでくださいよ、探すってこと。アイテムいらないわ、アイテムくれってこと。はい、うん。いやさ、じゃあそっからその場に、僕はね、うん、天然さんプロだから、うん、ね、あ、なるほどね、これ家臣くんなりの謎かけなんだなっていう感じにしてくれればよかったですよ。うん、君さ、はい、家臣さ、はい、リンとかさ、ランちゃんストーカーするやろ。あ、はい。するよな、はい、ストーカー。はい、俺も同じ気持ちよ。俺も今はカチン、カチンの気持ちでカチンをストーカーしてる。うん、でもなんか、なんかね、初めてこうやって人に追われて、うん、なんか正直嬉しいっすね。気持ちわかった？追われる側の気持ち。うん、なんかね、うん、いや僕は嬉しいかな。嬉しい。うん、誰に相談すればいいのかわかんなくなっちゃって。うん、うん、なんか家追い出されたの？親絶縁してたじゃんか。そうですね、うん、ちょっとタイムリーな話なんですけど。タイムリー、おいいよ。タイムリーな話なんですけど、うん、まあ、何回かそのまた、あ、皆さん分かってる人は多分あのね、たまに実家とか僕行ってたと思うんですけど、うん、そのまあちょっと今月またおばあちゃんがちょっと入院しちゃって、86歳なんですけど、うん、で入院しちゃって、でその中で、うん、まあちょっともう一応親も配信見てるんですよ、ふわっち。カチの親が？はいはいはい、はい、うん。で、もちろん天然さんとか、もちろん僕と関わってくれてる方全員監視してるんですけど、うん、もうなんかさすがになんかここ1週間の動き見てると、うん、なんかお前本当にあたおかだから、もう帰ってこないでみたいな。うん、で、合鍵もらってたんですよ。うん、一応実家の、本当に実家、本当古いんですけど、うん、古いあんまね、建物なんですけどね、大したことないんですけど、うん、もう締め出しされたんですよ。もうしばらく帰ってこないでって、うん、迷惑かけないでって、あとプラス謝罪とかもやるから、うん、特定されたら困るから、うん、もうしばらく帰ってこないで、うん、本当に今大事な時期だから、うん、で何かあったら呼ぶからそれまで帰ってくるなって言われて、うん、で お父さんお父さんお酒結構飲むんですよ、うん、でもうすごい剣幕 で、うん、でもう鍵一気に取られて、うん、もう返せって言われて、で、はいって言って、うん、まあ、ちゃんとお前更生してこいよって言われて、うん、はい、でもちろん天然さんのことも知ってるんで、うん、で阪神タイガースの梅野っていうところ でうちの親はもうジャイアンツ大好きなんですよ。うん、敵やな。じゃあそうなんですよ、うん、だけど、まあ、阪神で有名どころじゃなくて梅野、はあ、確かにいっぱい刺されたなみたいな言いつつ野球の話になって、うん、いや今度天然さんだったらいろんな方と野球見に行きたいっていう風に言ってくれたんですけど、うん、巨人 VS 阪神、うんうん、東京ドーム、うん、はい、まあ、それはまあ置いといて、うん、ね、ちょっともうこれもう困っちゃった僕。それで締め出しくれたんや。くれました。家にその忘れ物とかないの？もう荷物ちょっとぐらいあるぐらいですね。行くから。いやもう行かないですよ。さすがそれはもうちょっともうできないんで、ちょっともう時間的にもね、うん、お父さん仕事したんの？いや、してますしてんの？さすがにこの時間はあれなんで、まあ、でも今度その時間ある時に天然さん、うん、どうぞうち来てくださいマジで。いざ、はい、お父さん、はい、建物だけ映さなかったらいいっていう話なんで。マジで？はいはいはい、うん、ほんと古いアパートなんですけど、うん、はい、それはまた全く後日で、うん、はい、一応僕いつもね天然さんに感謝してるんで、うん、やっぱちょっとそういうネタもねやっぱし、ね、あった方がいいかなと思いながら、うん、まあ、それはまあさておき、うん、いや会長もう価値のそのアパートこの近所なの？あ、違います。どこの？もう足立区っていうか、まあ、ほとんど埼玉ですね。埼玉で自分が今こう見たかに家あるよじゃん。ああ、まあ家ありますよ。どこなん？もうすぐ近くなんですけど。行こうか。だけどもうみんなもある程度知ってると思うんですけど、うん、もうちょっともう住んでる人、住んでる時いるんで友達が。さすがにもう今も寝ちゃってますし、さすがにそれはちょっとできないんですよ。できないの？できないですよ。なんでよ？いやもうちょっとダメです、そこはね。じゃあ話それそれだな。あ、ごめんなさい。うん、本題な。本題はい、うん、会長、僕っす。あっ、え
水上のご飯好きだ。ズバリやったか、やってないか、どんつかすかい！そこなんですよね。私、カチンは、やってません。会長電話するわ。はい。ちょっとタバコ吸ってもいいですか？いいよ。ごめんなさい。てか、これ夢だったんすよ、これ。テンストさんの子で、この車に助手席乗るの。いいな、こんな高級車。おい。ぶつ切りや、電話。事件がこれ。ほら、あ、徳美ちゃんにあと10個なんですか、すかい。カチンコチンは本当ですか？カチンコチンも本当ないの？多分本当じゃないです。投票券10枚どんつく。はい、もしもし、何？あ、お疲れ様です、会長。はい、お疲れ様、どうしたの？なんか今日、なんかトップグループでまた、なんかの問題が発生したらしくて。まあ、家臣さんがね、はい、あの、夜8時で、はい、まあ、配信するっていうのを、はい、まあ、言ってたんだけれども、まあ、その前にね、はい、あの、私にちゃんと時間と病院名見せて、はい、病院の場所か見せて、で、あの、予約が入ってるから、はい、あの、帰りますって言ってたのよ。はい、うん、で、それで、あの、まあ、まあ、14時50分ぐらいだったんだけど、おかしんさん帰ったのが。はい、で、それで、あの、私も見送ったんだよね。気をつけて帰ってねって。はい。うん。で、それで、あの、まあ、そこでね、まあ、私が暴露したし、あの、みんなが家臣さんに詰め寄ってたわけよ。はい。うん。あの、まあ、午後3時ぐらいのわけで。はい。で、まあ、家臣さんは無言になったり、まあ、すっとぼけたりとかしてたらしい。はい。ね、あと、まあ、私が恋愛的に言い寄ったとかね。はい。あの、虚言ね。うん。うん。で、まあ、そのことに関しては、はい、あの、ね、まあ、あの、病院もあったりするから、はい、夜8時に、はい、あの、枠開けますよっていうのを、私の親友ちゃんが聞いてんのよ。はい。あの、LINE 通話してたね。はい。この早朝にね、はい、夜中とかね。はい。うん。で、私が配信してたから、代わりに聞いてくれてたんだよ。はい、うん。うん。で、それで、まあ、家臣逃げたよね。うん。逃げたんか。何をですか、会長。ちょっと待ってね。イヤホンつけていい？何を逃げたというか、まず何をその会長はその、うん。ごめんなさい。じゃあ、店員さんはさ、はい。ああ、どこまで知ってるわけや？いや、僕も全然知らないですね、全く。あ、でも、テストの方とかってなんかイベント結構来たけど。うん。あれは本当にテストさんか、私がマッパン工場頑張ってほしいから、まあ、やったことなのかな？はい。あ、うん、わかった。うん、ありがとうね。リスナー探してくれて。で、あの、まあ、性犯罪だよね。え？家臣がやったことは。じゃあね、会長さ、
違う、会長、まずちょっと一ついいですか、会長。どうも、先ほどはすいません。今日は2日間ありがとうございました。うん、もう、お疲れ様でした。うん、それで？なんで、何、僕が帰った後に、その暴露に至ったわけなんですか？テレジタさんと、私とか先生と話してたよね。違います。もう普通に、じゃあねって言ったじゃないですか。僕ちゃん説明もしましたよね。だって明日用事があるって。うん。で、それで帰ったタイミングで、で、僕も配信つけましたけど、なんでそもそも暴露しようとしたんですか？ビータがお似合いって言いまくるから。はい。ビータがお似合いって言いまくるから。誰がですか？私とカシンさんが。がお似合いだから、お似合いだから暴露したんですか？お似合いって言われたのはそうだし、テテちゃんなんであんな深夜にね、外に出て泣いて配信してたのって。あれか、もしかして会長、あれか、昨日のですか？違う、リンとカシンがお似合いってコメントに聞いたんやわ、会長。多分会長、本当はカシンのこと好きなんでしょ？そんなことあるかもけ、お前さ、頭引っ張ったくぞ。すいません。逆に、カシーさんの方が私のこと好きなんじゃないのか？正直言うよ。いや、会長さ。うん。そういうことじゃないです。そういうことではないですけど、なんでそう思ったんですか？あんたね、何に？なんでそう思ったんですか？待って、ね、今これ本当に店主さんが話してる？家臣さんじゃない？あ、僕です。僕ですって言い方するのは家臣さんだよね。はい。で、僕そんな好きにさせるようなことなんかしました？店主さんに代わって。あ、はい。僕です。うん。奥村さんで会ってる？僕です。はい。ね、はい、まず私が YouTube とか見てました。はい。で、カシンさん横になってました。はい。で、まず、失恋したばっかっていうこともあったから、はい。で、寂しいからそうにしてほしいと。はい。まずこれが1個。はい。で、うちのベッド見て、マットレス見てもらえば分かるけどね、はい、シングルだからそれでなっちゃうのは仕方ない。はい。それは仕方ないとして、はい、ね、背中をね、抱き寄せてね、ギュッて抱きしめてきたりとかね、はい、私の手を取ってね、はい、下半身のね、はい、服の上からだよ、はい、服の上から下半身のね、はい、男性のね、陰部を触らせるっていうのはどういうことなの？カチンのカチンを触らせた。そう。おお。これが真実だよ。これが真実か。うん。会長。今、カチンさん、なんつってた？うん。会長。カチンさん本人は、覚えてないと。酒も飲んでないのに？はい。会長、性犯罪事件のおかげでね、またね、我が社の株価が大暴落します。株を置いとけ。その株が大暴落してるのおかしいんだ、それだから。そうです。私はな、ちゃんとなパン工場のイベント頑張ってんだよ、98で。火事件です。我が社の株が大暴落します。で、298円。頑張ってるよな、はい、イベント。あ、それが女にな、うつつ抜かして虚言吐いてとぼけて覚えてないって言ってるかせん。はい。私昨日クビだっつったよな、はい、計算の早朝に。はい。それをね、もう一回だけチャンスやってくれて頭下げたのお前だよな。はい、覚えてるね。はい、覚えてますけど、なんででもね、
僕が帰った後に、確かにあの僕朝今日だから今日買い物行こうって言ってくれたじゃないですか、会長が。起きたら買い物行ってご飯食べようねって。それは覚えてます？覚えてるけど何か。でその時にだから僕がね、あの病院あるからっていう風にちゃんと言えばよかったんですよ、断ればよかったんですよ、そこでちゃんとね。じゃああっちさんあなたにあるじゃん。だからそこですよ。だからそこが、だから僕がちゃんとね、その時にね。まあ、ちょっと待って、とりあえず、この電話で言うのもないやから、はい、会長。会長。言うが今日許せんだ。会長。僕からの提案聞いてもらえますか？なんだって？僕からの提案聞いてもらえますか？あ、ちょっと待って待って、なんだって、大きい声で声で声でかすぎて笑ってるから、もうちょっと落ち着いていいよ、何？僕からの提案を聞いてもらえますか？はいよ、うん、今から家臣連れて詫び入れに行きます。私今ペーペー稼ぐの精一杯なんだよ。はい、ちょっと待ってろ。はい、あ、イベントもやってペーペー稼ぐので精一杯なんだよ今。はい、そこをなんとか。しかも今何時だと思ってんだ。で、あの、言っとくけど、ね、はい、うちのリスナーだけじゃないよ。はい。家臣のアンチが集まって、はい、ね、私、2000人とか言ってるからね、そういうやつら。そうなんすか。350人から500人来てるからね。はい。僕と暴露合戦、僕は何も喋らなかったんですけど、はい、会長の暴露で、はい、僕300、はい、会長500みたいな感じで。おー。で、私、有料飛びまくってるからな、今日。おお、さすが会長。これが女性を味方につけると、はい、ね、強いってことよ。そうっす。家臣何やってんの？お前女性の敵だぞ。会長。待ってください。ちょっと待ってください。あ、なんだって、会長なんだって？今女性の敵って言いましたよね。うん、敵だね。あの、誰もお前のことを擁護しないし、味方しないし、友情も飛ばないよ。うん。設定、今、ね、設定忘れました？今女性の敵ってことは、今会長自らが今女性って今暴露しちゃうようなもんですよ。ちょっと待って、私リスナーさんのことのリスナーの女性の敵だよお前はって言ってんの。会長だから女性でしょ。てか音割れてんだわ。会長、とりあえず今から緊急出勤します。私今からロースカツ弁当食うんだよ。ねえ天然さんさ、なんで来たんすか。会長、そのロースカツ弁当食べ終わった頃に、家臣、お前開き直ってね、昨日何かありましたかってすっとぼけてな。はい、詫び入れますから。人の手を他に持ってって覚えてない。いや、ほんと覚えてないんです。ふざけんじゃねえぞお前。ちなみにそれを僕はちっちゃかったでしょ。でももしそれが本当だったとしたら、え、何、それが本当だとしたら何、ちっちゃかったですよね。どうですか。まあまあ、まあいいやん。あ、すみません。会長、はい、とりあえず今から緊急出勤します。高級出勤。ちょっと私、ロースカツ弁当今から夕飯で食うのと、はい、ね、今、ペーペー移すので必死だから、はい。あ、それも全部。待機してよ。え？車あるんでしょ？あります。車の中に待機してよ、それで。現場の近所で待機ですかね？事務所の近所で。そう、あ、わかりました。じゃあ現場向かいます。大体何分くらいですか。30分くらいですね。大体何分くらいで着くの。30分くらいです。まあ1時間くらいかかってもいいんだけど。わかりました。じゃあ
あのまたとりあえず家に要するに来て3人で話し合いたいってことでいいわけ。まあまあそのロースカツ弁当食べながらもいいしね。もう今食ってるわロースカツ弁当。はい、じゃ今から向かいます。だけど、はい、親友ちゃんもそうなんだけど、はい、あのうちに来てるリスナー全員、はい、家臣と一生関わるなって言ってんだよ。もう反対なんだよ全員。じゃ今から向かいます会長。あ？今から向かいます。今から向かいましたね。はい、家臣とのコラボは、はい、全員拒否してんだよ、はい、全員激怒してんだよ、はい、そこなんとか無理だね今回特別に。それ昨日も言ってよ、今朝も言ったな。はい、一回許したよな。はい、でも会長でかじゃあ赤字に聞こう。はい、お前さ8時に配信つけるはずだったよな。はい、なんでやんねんだ8時に。みんな待ってんだぞ。会長はセクハラよりそっちに怒ってんねん。だってなんかセクハラするのは別に構わへんと。何がだってだよ。だってじゃねえ、男らしくないこと言うな。何をすっとぼけてドタキャンせんとてめえは。叩かれるのが嫌だったの。叩かれるのが嫌だったのって、お前当然のことやってんだろ。怖かったんです。何逃げてんだよ、人に性犯罪やりやがって。怖かったんですよ。会長は別に性犯罪のことより、要は8時に配信つけんかったことに対して怒ってるんですよね。バカ言うな、両方怒ってるよ。あ、両方ね、両方。うん、なんでその性犯罪をネタにしないんだと、もっともっと。そんなのできませんよ。飛びっきりのネタやろで。でさ、私がすんね、テニス参加者飲まれたら寝かすよね。はい、あ、じゃあもう向かっていいですかね今から。聞け聞け。はい、簡単に言うか。はい、養育してるね、稼ぎたいって言ってね、トップグループに入りたいって言って養育生のね、はい、家臣を落とし入れるようなこと言うか。私本来、はい、言わねえよな。そもそもその暴露ってちょっとおかしいと思うんですけど、会長、マインってなんであのタイミングで。あの、じゃあ来てもいいから、はい、ね、なんせかし、お前それやったこと覚えてないってしっかり言えよ。叩かれてもいい、じゃあそういう時があってもいいから言えよ。はい、はい、じゃあ行きますよ、ほら。で、店主さん、はい、株が、はい、一気に一時的に大暴落することを覚悟しよう。はい、わかりました。会長、下手したら、下手すると上場がもう廃止になっちゃう可能性ありますが、大丈夫でしょうか。ちょっと待って、何を問われてる。何、今上場してるんですけど、うち。はい、それがもう上場できなくなる可能性あるけど。でもとりあえずね、はい、私が嘘つくわけねえんだよ。はい、嘘ついたことあるか私。あ、ないです。事実しかいつも言わねえよな。はい、で、人のことを落とし入れるために嘘なんてつかねえし、炎上ゲームやらねえよな。はい、ひたすらイベント頑張ったりするよな、私。そうですね、基本的にクリーンやからね、うちは。クリーンだね、私は。はい、
だからテニスさんだって中村君だって、ね、はい、山田さんだって麻衣さんだって関わろうとするわけで、はい、プラチナプラスの人たちが見直して、はい、ね、そうでしょ、はい、誕生会さ、はい、ね、私がダメな人間だったら呼ばなかったと思うよ全員。そうですね。そうでしょ、はい、とりあえず向かっていいですかね。でとりあえず配信つけてもいいから、はい、絶対みんな家臣が来たって分かったら相当な閲覧数になること覚悟しとけ。分かりました。それから、はい、家臣相談だけに会うから、はい、それ覚悟しとけ。あと株落ちるから。分かりました。向かいます。これで3つ覚悟しとけ。はい、分かりました。で向かいます。私ロースカツ弁当食ってるから、はい、ね、稲部駅30分で食べ終わるように頑張るから、はい、お願いします。うん、はい、だから来ていいから、はい、とりあえず家臣と私を二人きりにするの。分かった。分かりました。家臣そんなやつだから、はい、ね、うん、じゃあ行きます。絶対テストさんが、はい、あの見張り役として来いよ。分かりました。うん、家臣見張っとけよ。はい、はい、お願いします。はい。はい、気をつけ。よし、行くぞ。マジで、せめてもう 3時ぐらいに帰りま、マジ帰りますよ。今日は早上がりでしょ。早上がりです。お願いします。マジで、ガチなんですからね、うん、マジで。すいません、じゃあ、後ろがついていきます。いや、車どっか止めるか、一回。はい。一回、どっか止める。いや、もうそのまま行っちゃった方がいいんじゃないですか、だって。その方が。いや、この辺で一回止めて、パーキングで。いっちゃ行くか。だって、それで。それでやん。高いで向こう。ここら安いんちゃうの。で、配信的にも、はい、あの、家臣。ちょ、お前さ、その目やめろよ。いや、行きます。で、向こう駐車高いから。うん。いや、万が一のことがあるから、ちょっと。万が一じゃないから。いや、今日ほんと帰んなきゃいけないんです、マジで。帰っていいよ、途中で。いや、だけど、うん。俺も今日早上がりするからさ。いや、ちょっと、うん、リーダーで行きます。大丈夫です。今日自腹切ります。いや、俺的には乗ってくれるからありがたい。本当ですか。うん。これ、約束してくれます。約束する。わかりました。うん。じゃあ、ちょっと待ってください。どうしようかな。どこパーキングないん？ありますかね、なんか。ちょっと、すいません。じゃあ、トップルーム目黒。ポジションで。現場まで30分ぐらい、ここから。うん。じゃあ、ちょっと僕、うん、ちょっと先出発して、うん、で、あの、ありそうなところがあったらすぐ止めるんで。あ、じゃあ、とりあえず、後ろ次へ。はい。あ、わかりました。うん。はい、で、パーキングだったら入ろう。ダンツカスカイニコー、まんちゃん。じゃあ、とりあえずちょっとパーキング行くわ。探すわ。事件っすね、これ完全に。うん、カチンセクハラ事件。セクハラの息飛び越えて、もう性犯罪事件ね。うん。うわぁ、大変やな。今日はほんまに早上がりするからね。今日さすがに。今日はほんまにも早上がりね。で、これとりあえず1個目の駐車場発見したって飛びよ、そこ。
ガソリンないわ、俺。ガソリン仲間。無料アイテムお願いします、WGP。WGP と無料アイテムお願いします。いや、まだラジオええよ。どっかない駐車場。ここどこなのって俺も分からんねん。ここ西東京市かな。うん、沸かせるな西東京。はい、ダブルダウンつけ1枚みんなじゃんじゃんアイテム買ってさ、ダブル GP と恵んでよ。じゃんじゃん課金してさ、あった、パーキング。あれ入れよう。これでんじゃん。これ、ダメ ?24 時間営業。え、カシン行くわ今から。このパーキングいいんじゃん。これ行く安い。定期券をお持ちの方は定期券を挿入してください。駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。安いな。多分すぐやったら金いらんよね。すぐやったら機長の家で、あ、なんかあんの？あ、機長の家ってこと？機長の家かんかな？次は配信の機材とか全部失礼します。よしで、歌詞な、はい、これさ、俺運転してたから、はい、こういう時でさ交渉しね。あ、オッケーです、うん、俺映れへんように。わかりました。オッケー。はい、で
今から行くから。はい。あ、ごめんなさい。なんかこれ容疑者みたいじゃないですか、これ。容疑者みたい。え？うん。これさ。天然さん来ると思わなかったっす。俺、はい、行くよお前。どっか弁当屋、飯食った？ああ、いや、軽くあのサンドイッチは食べましたね。サンドイッチ、もっとええよ、あるの食えよ。いや、もうちょっと、うん、今日はもうちょっと大丈夫ですよ。ええよ、あるもん。弁当買おうか、ちょっと。たまたま近かったよ。たまたま。え、そうなんすか。うん。リスナーさんが和紙特定者から。うん、から俺、恨んだかんよ。リスナー恨んで。いや、特定者。いや、そもそも僕が、LINE 電話で、ビデオ通話にしちゃったからね。うん。だから、なんていうのか、僕の中では、僕の展開では、その何、明日以降まで、じゃあ、家臣くん、どっか行っちゃったみたいな感じで、料理してくれると思ったんですよ。うん。そしたら、本当に来たんですよ、天然さん。うん。そういうのね、失踪は古いよ。あ、ダメですか。ダメだよ。ちょっと失敗したな。そこでじゃあ正解はじゃああれです、あれですね。電話出なきゃよかったですね、これね。新ヒロコンパイ、連日連夜のトップグループの今日はね、天然さんね、うん、なんだかんだもう天然さんもこれもう3日連続会ってますよ、これマジで。なんだかんだの3日連続ですよ、これ。このメンツ、俺たちは同じことするの好きやから、舐めないで。いや嬉しいんですけどね。3日連続も2000人いてるかな、これ。でも3日連続さ、はい、あのリンとかにさ、はい、張り付いた気持ち分かるやろ。いや、そりゃ迷惑ですわ、それは。迷惑やろ。迷惑ですわ、それは。ありえないっすよ。その気持ちのれよ。嫌ですわ、しかもマジ、本当に。大体3日目あたりから嫌気さすんよ。うん。なので、5日目あたりでも失踪するから。今の3日目が一番高い時。うん。さすがに嫌やね、今、3日目。マジか、勘弁してくれよって。うん。もう僕の中では、うん、もう、まあ、もちろん天然その配信だったりとか、もうゆっくりね、なんかしながら、うん、ゆっくりしようかなと思ったんですけどね。そうさせてくんないんですね。甘くないっすね、やっぱ。甘くないよ。俺たち配信タイガース鍛えてるから、そういうの。はい、うん。共同生活3ヶ月。はい。3日ちゃうで、3ヶ月で。3ヶ月ですか。同じメンツばっかり。え、それは男だけなんですか？男だけ。あ、うん、あ。でもなんか、でも面白そうですね、それね。大変ですよね、でもね。同じ弁当送って、毎日同じ。
で、結局、はい、会長に差し入れするから。マジっすか。うん、ちょっと。買う弁当分かってるよな。うん、分かってますけど、うん、はい。ちょっと、あの、レシートちょっと後で全部集めながら、ちゃんと計算して出しますんで、ちょっとね、すいません。あの、猫ババは僕しないんで。何の?あの、ちゃんといただいたものはちゃんと。いや、もう食べ物とかはもう経費落ちんから。あ、そうなんですか。うん、これ前振りじゃないですよ。これ嫌な予感しかしないですあのこれ僕マジであのね明日11時に分かってるよ。分かります、うん、病院やろ、はい、どこ病院あの、まあ、まあこの辺ですね。この辺はいはいはい、ついていくわ。予感しかしないですよ。だってこれしかも、うん、車だって大きいですよ。普通の間2台できればいいじゃないですか。これなんなら一番大事なものを今もう持ってかれてるんですよ。これ今これ止めちゃうんですよ。これガソリンスタンドないとか。ああですね、でっかい通りに出れば、うん、ありますね、はい、あれなんていう道路なの。あれ東八道路って言うの。あれあ、そうですね、東八ですね。ガソリン入れるわ。はい、あ、徳明さんありがとうございます。トップグループ緊急事態ということでね、早上がりって何時で、早上がりは朝の6時ですね。ほら何それ間に合わないです。これ似合わないです。それちょっとマジ困ります。それちょっと困るっていうのはリスナーってことちゃいます。僕がですよ。ちょっと配信見れないから困るじゃないかで。それはきついっすよ。さすがにそれ病院休んだらどうなの。いやあの僕のところあの厳しいんで、うん、その何あの毎週あの金曜日なんですよね。金曜日月に1回 で、うんうん、でその後あの睡眠薬とかもらえなくなっちゃう。ああなるほどな。それは絶対そういかがんね。絶対それやってそれお願いします。それ本当にそれに間に合ったらいいな。間に合うっていうか寝る時間とかもありますからね、うん、はい。さんにも言ってなかったんですけど。東八沿いあるの。東八道路沿いは。東八道路沿い入っちゃうと、うん、ない。そうですね。ちょっと一応怖いんで一番知ってるところは。まっすぐ行こう。やっぱ。はい。そうですね。まっすぐ行こう。え？いや安排取りましょう。いや、まだ行ける、まだ行ける。行きます。東八あったっけな。あったの気づいてな。東八。銭湯でさ、うん、何結構ええの。あそこは、うん、あのですね、まあサウナもあるんですけど、うんうん、まあ、受付の方いるじゃないですか、うん、受付の方は高校生なんですよ、うん、高校生の女の子で、うん、でそれで銭湯やる娘かなんか、まあ、そんな感じですね。あそうなんや。だからね、別に変な意味とかじゃなくて、ちょっと、まあ、お気に入りなんですよね。うん、はい。だから、あそこ結構行くんですよ。うん、大きい。はい。大きい銭湯。いや、そこでもないですよね。
いチャンスやろ、こんなもん。チャンスですか、うん、あの、普通にさ、閲覧10人、20人の人がさ、ね、なかなかさ、こんなチャンスないからな、やっぱ。いや、まあ、そうですけど。ちょっとやっぱ信頼してる人をちょっと今ちょっと厳選してて、でちょっと知らない方からも電話来たんですけど。なんで？ちょっと名前言わないですけど、うん、まあ、男性の配信者なんですけどね、うん、うん、あれやっぱ今言ってね、まあ、電話出なかったんですけど、まあ天然さんの電話一発で取りましたよ、うん、あのひよこんくん。いや違いますね。なるよ。マジ、いや言わないです。言うよ。言わないです。部長山田さんと柿立さんから電話来てたんです。なんて？わかりません。でも山田さんには、うん、ね、あの何電話捨てないのですいませんって送ったらかまへんかまへんで柿立さんには何も送ってないんですけどね。え、そうだよ。これ東八どこなん？東八はあれですね、あそこの2個目の信号ですね。左です。あ、オッケー。はいはい。ただこっち左行けばもうエニュースあります。マジで？はいはい。こっち左行けば信じてください。ランツク1個だけ。まあでも駆け出すありがとうございますね。ただちょっとここのタイミングでちょっと電話ちょっと出るのはちょっとあれかなと思って。はい。あ、ネタバレするから。そうです。さすがやなお前、はい、成長したな。ですよ、うん、なんでそれを情報を言わなきゃいけないんですか。うん、僕たち畑岡クラブでもトップグループでも内紛なんですから。なんでそこを他のところに情報を流さなきゃいけないんですか。お前あんのこれ。ありますあります。お前でここまっすぐ いただけると左手にあります。はい。で、その中で、で、ね、まあ、天然さんの配信始まったからいろんな配信見ててね、このタイミングで行こう、いつ行こうかなと思いながら、でそこで天然さん配信したらすぐもう10分くらいで僕に電話してくれたんで、だからこれはね、ここ3日間の成長をね、だからあえてビデオ通話にしたんですよ、うん、どっちでも良かったんですよ。これで僕がいなね、あの天然さんが行っていなかったとしても全然良かったんですよ。それはそれで別に、うんうん、だけど本当にいたと来たというね、うん、いろいろアンテナ張ってるんですよ。配信者常にな、はい、アンテナ張るな。ですよね。そう、あと2個目らへんの信号で、あの左手にあります、はい、2個目の信号あります。1、2、そうですね、1、2、あ、3つ目ですね。どこ？まっすぐ行っていただくと左手になります。はい。あ、あれか。はい。これな。はい。今日も警察儀ありそうかなって。警察儀はないと思うで、さすがに。これマックっていいのこれ。もう一個あるん？あ、一個あります。開いてますね。はい。あ、あれ、ごめんね、ありがとうございます。ただその、昨日の一枚何使った？いや、ちゃんと取っといてあります、うん、いえ、あ、いいよ。ちょっとレシートで精算して取り出して。何使ったん？銭湯。銭湯とこれジュース、ほんでタバコ。タバコ、誰の？自分の、はい、
ん。あとは何も使ってない。駐車場は、あ、駐車場使いました。駐車場いくらやったの。あ、でも結局あれさ、うん、2000円いくらでした、2000円でしたね、あれで大丈夫でした。あ、ごめんなさいね、すいません。あ、匿名さん、ごめんないっす。ありがとうございます。でもさ、でもちょっと話違いますけど、いや、こういう高級車ってすごいっすね。ね。なんか、自分の車が情けなくなってくるけどさ。あ、匿名さん、ありがとうございます。これはいいね。5倍ナイス。山田さん、5倍ナイス。あたおが研究生です。はい、早くもこれ積みます。はい、状況説明するとですね、今朝ですね、会場にですね、起きたら買い物行こうね。はい。で、起きた時に、あ、やっべ、明日病院じゃん。説明しました、会長に。で、帰りますと。で、会長も、じゃあ今日お疲れ様ね。じゃあね。って言って、僕は車載配信に切り替えました。そしたら、会長の暴露。なにこれ。いや、だから、カチンのカチンを触らしたっていうところじゃないですか。うん。うん。だから多分、会長はおそらく、その、今日も多分止まると思ったんですよ。多分、おそらくね、おそらく。ファンダ来た？いや、来てないですね。来てない、はい、このノーファンダ。ノーです。こういう時は、はい、この放送枠のファンタバージンは、はい、誰ですかって。この時のね、今日、まあもう終わり、日付変わりますけど、まだファンタ一発も上がってませんで。上がってません。うん、誰ですかって。バンハンどうですか。バンハン、バンハンちゃんよ。ファンタスティックは、ファンタスティックのバージンは誰ですかって。ハンバンどう。ハンマーのちゃって。ハンタスティックバージンどうですか。僕のバージン奪ってくださいって。僕のバージンを、うん、奪ってくなっちゃい。え、これどっちの話。あ、でこれ右行ってもらって、うん、で、あれですか、はい、で、大きい鳥ですね、あの2個目の信号を、2個目の信号は左で、で、東八入るんで、はい。これ、これリアル、これ容疑者っすよ、これ。徳永さん、ありがとう。マジこれ。これね。どう、このアンチコメント。いや、それがですね、意外にアンチっていうよりかは、なんか楽しんでらっしゃるような感じだと思うんですよ、今多分。うん。多分、おそらくなんですよ。あ、5倍ナイス。久米さん、ありがとう。あ、すいません、よかったら、12時日付変わったので、無料アイテム、お願いします。私は今日病院あるんでね、何が何でも帰りますよ。返してくださいよ。
ありがとうございます。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 話実際やけど、俺が、はい、昔からさ、はい、いらんことするのめっちゃ好きやねん。何十いらんことすか。なんか俺人生いらんことしまくってきてんねん。人生、そんなことしたらこんな車買えないです。43年間、はい、いらんことしいで、はい、うん、生きてるから、もし俺がいらんことしたらさ、はい、怒らんとって、あ、またあの人のいたずらやなって。いや、もう全然、でもね、ちょっと、でもこの間のこともいろいろあったんで、僕は何あんまり、ね、なんか怖かったじゃないですか、その、あの、まあ、番疑惑。うん。で、配信、俺も守ってくださいよ、ぜひ。ふわっちから消えないでくださいよ。絶対。どういうこと？ふわっちから消える？ふわっちから消えないでくださいよ。あ、俺危ないですよ、でも本当に。僕そっちも心配してるんですよ。あたおかすぎて、あの、アカウントをね、それほど天然性いなくなったらつまんなくなっちゃうでしょ。それあの、もう守りに入りましょうよ、天然さん。いや、守りに入るよ。入ります？大丈夫ですか？徳明さん、ご倍ありがとう。ちょっとさ、あれマジで僕ほんとショックだったんですよ、あの時。あれでも5万やったわ。あ、ですか。うん、もうほんと、もう恥かよと思いながら、もうちょっと、この前の晩あったでしょ。はい。天然さんももうさ、もう自分のこと心配してくださいよ。僕のことはいいんで。そう思いません？天然さんリスナーの皆さん。そうですよね。もっとあの、もう守りに入ってほしいですよね。自分を大切にしてもらいたいよ。今守ったら東京誰が任すねお前。いや、まあそうなんですけど、もうさ、嫌ですよ、これで天然さんの配信なくなっちゃったらさ。マジでもう本当にさ、ねえ、皆さんね、まあそうっすね。まあ、あとくべさん、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。そうじゃん、だってみんなそうなんですよ。ありがとうございます。徳明さんありがとう。もうね、でもなんかね、僕結構やっぱ助手席好き。徳明小林ありがとう。徳明さんありがとう。これ1枚何ポイントだな、あと海老原スケゾーまで。ちょっと待ってください。大阪行くとき、うん、連れてってください。俺が大阪行くとき、はい、そう考えるわ。あ、お願いします。うん、すいません。え、これですか？それ。はい、うん、すいません。ですね、うん、今11605票ですね。で、トップまで、約1万5000差です。違う、相互、はい、そう、うん、この公演職場は相互ですか？ごめんなさい、分かんないです。よかったらリスナーさん、ちょっとごめんね、僕緊張公演分かんなくて、教えてください。あと何ポイント差ですか？すいません。スケゾーさんが1位やろ今。50万入ってる、マジで。帰るかも。え、帰るか。帰ります。うん。
ありがとうございます。徳さん、ありがとう。徳さん、ありがとうございます。いや、ちょっとこっからですからね、こっから。これ、あの、これ、本当にあの、大修羅場ですよ、多分。帰った、ありがとう、配信する。はい。帰っても、ありがとう、配信する。明日病院な。そうですよ、ね。うん。徳明さん、ありがとうございます。だから、例えば、まあ、変な話なんですけど、天然さんね。うん、例えば、明日の夜、まあ、今、日付変わったんで、今日の夜でよくないですか。しません、そうしません。そうする。はい。クレさん、ありがとう。まあ、まあ、でも別に僕はあの別にうつ病だからとか別にそういう言い訳はしませんよ、うん、そこと真っ向と戦うから別に遠慮しないでください。今まで通り接してくださいね。そういう人いっぱいいるから別にね、大丈夫ですよ。徳明さん、5倍ありがとう。踊るわ、はい、叫ぶわ、警察呼ぶわ、はい、うん、でなんか漫才とかさ、そうあれでも漫才とかじゃないんですからね、これも漫才じゃないですからね、昨日のも、お前ドンつく、ドンつく、配信の半分以上漫才だお前、はい、うん、ドンつく、あだけどやっぱりね、プライベートないよお前、家臣と絡んだらマジで。最近は1日の半分以上配信してんで、いや、そうあ1日の半分以上約12時間ぐらいですよね。頼むわガシン、徳明さん、ありがとうございます。何かを期待してるわけですよね。今こちら今2000人の方は、どうかな。昨日のあれを超えられるかな。あれちょっと超えられるかなって別に僕別にそういうつもりじゃないんですけど、やっぱ日々やっぱり超えなきゃいけないじゃないですか。最近ならでも3000人いかんわ。ふわっちゃんの事故減ったんかなやっぱ。僕らっていうか言い方あれなんですけど、まあ、僕もね支援してもらってるんで、うん、あたおかトップグループ、徳永さんありがとうございます。減ってるんや、昼間とか3000人いかんもんな、なかなか。最高っすね。わかります、この助手席でこれから詰められるけど、だけどそれをもう楽しむしかないじゃないですか。あと皆さんありがとう。最高ですね。
上さん、ありがとう。10分でも早く着きたいからな、俺。あの、大事ですよね。10分でも。OK。天然さん以外見るとこない。先輩様様ですよ、本当に、うん、閲覧人数上がったら、その閲覧を、はい、アイテムに変えるんよ。はい、分かる？分かります、分かります、分かります、分かります。はい、こんばんは。1950円。カシオン、クルチカード持ってるん？はい、クルチカード持ってるん？僕持ってないです。ブラック僕は、いやブラックではないですね。ブラックちゃうの？作らない派ですね。ほんまか？はい、そうです、全然全然。で、だって、あのですよ、だってあの、これ携帯、これ一応これあれな、まあ、iPhone の15なんですけど、うん、あのブラックだったら、あれじゃないですか、契約できないじゃないですか、うん、なんで、ちょっと、あれですね。で、金融系は事故ってないんや。事故ってないですね、はい。でも、もともとパチンカセロ、でも20前半の時にちょっと債務整理して。あ、そうなん？そうです、そうです、実はそうですね、もう債務整理して。何も借金した？でも200くらいですね。200万。はいはいはい、200万借金して、はい、債務整理したの？そうです、債務整理してましたね。でもうそっからもうお金のことはもうマジ気をつけようと思いながら、うん、まあ生きてきたって感じですね。徳明さん、ありがとうございます。徳明さん、ありがとうございます。いやでも、まあ、まあ今の天然さんまであと残り、僕で言うと、まあ、あと5年ですか。5年後に天然さんになれるかって言ったら、でもね、まあ、こうやっていつか成功したいですよね。でも夢ありますよね。きっかけいるからね、きっかけが。そうなんですか。そうやね。ごめんさん、ありがとうございます。ごめんさん、ありがとうございます。ね、昨日はね、もう会長が失踪で、今日は僕が失踪。もうこれに巻き込まれてる天然さんね、これ一番ね、多分ね、これ被害者やと思う、これ。よく考えると。昨日僕が呼んで、ね、来てくださいって。これ一番の被害者ですよ、これ。天然さんが、これ。もっと巻き込む？いろんなやつ。いや、だから、でもそうですよ。もう関東の方は、もう本当に皆さん、巻き込み系の配信に加わりたい方は、トップグループですよ。トップグループ。トップグループですよ、今ちょっと危機ですけど。本社は東京都目黒区。はい、はい、そうですよ。何でもいいと思うんですよ、僕。本当に売名っていうか、僕もあれなんですけど、例えばね、ね、あの二人ムカつくなとか、何でもいいし、じゃあ僕らもじゃあ目黒乗り込んじゃうわみたいな感じで。
ね、空気、そうですね、空気読める空気。あ、でもサイコパスだからさ、普通の人とあのかけ離れてるから。サイコパス、サイコパス。あ、でも僕の今の心の中でいい、ちょっとこれあのね、これ今これ幸せモードじゃんね、今いい感じでさ、ね、今乗せてってもらってるじゃないですか。何かこれ絶対あるから。騙されたわこれ。マジこれ、これ騙しじゃんこれ。ない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 、マジですか、これ本当ですかこれ。あんまやりすぎたら俺が言われる。あ、本当ですか、うん、あと7分です。僕多分公開処刑らしいですよ。会長曰く、ごめんなさい、うん、もうすぐですからね。ですね、現場まであと7分少々で約10分ですね。でもそっから差し入れとかあるんで、特別ありがとうございます。無料アイテムお願いします。まあ、今日もね、いろんなことがね、ありますがね、楽しむっていうところでね、一番大事だと思うんでね。まあ、ただね、あ、タイマホン、マサさん、ありがとうございます。ただもうたまに休みたい。もうそれが今日だったんですよ。明日だったらよかったよ、もう。ね。俺たちはな、はい、休んでる暇ないやで。なるほど、もう365日。配信。もう僕らもあれじゃないですか、もう夜の主役じゃないですか。ちゃいます、マジでこれ夜の主役ちゃいますか、これ今の皆様どうですか、田岡クラブ。はい、あなた誰ですか。はい、宇宙人です。はい、宇宙人、ね、はい、小組さんありがとうございます。まみさんのおばあちゃんありがとうございます。りんちゃんありがとう。そう、はい、のび太さんありがとう。フェイフェイ、何フェイフェイってコメントあるの、そんな、なんすかそれ。雑な返し、特命さんありがとう。特命さんありがとう。もう僕たまりやね、もう普通のも雑談したいです、もう。今何閲覧、今ですね、ちょっと下がっちゃいましたね、1950人。おい、何してんのお前、2000人来たんけお前。1950人来たんけお前。1950人。下がっちゃいましたよ、これ、マジで。特命さんありがとう。閲覧1、そういうことじゃないんですよ、これ、日々これね。多分天然さんと皆さんそうだけど、日々超えなきゃいけないんですよ。貴重、皆さんありがとう。カチン頑張れよ。だからカチンのカチンが暴走っていう、暴走疑惑でしょ今。カチン、うん、カチンのカチンが今暴走疑惑やん。で、その暴走疑惑が今出てるわけじゃん。で、カチンのカチンの暴走疑惑がね。暴走疑惑も何もないんだって、俺は素人なんだって何回も言ってるんです、僕は。ね？だって僕、だから、いいですよ。だから、普通、先生見しちゃっていいっすよ、別に今日帰りで、別にこれ配信会で。でもいいです、全然。暴走してません。会
京のことをね、なんかその下に見るそういうなんか発言やめてください。なんかあいつらどうとかとかやめてください。うちの会長なんでやめてください。僕ら劇団員ですね。そうだよ、僕ら劇団員だからね。ください。それは僕をいじる分ではいいですよ。全然僕をそう叩きは全然いいですよ。もう慣れてるんで、うん、これをでも絶対僕力で変えますから、うん、匿名さんありがとう。北海道降りるの知ってる？高速五反で。やっぱ早いっすね。トップグループ劇団員、そうですよ。止まってとかじゃないですよ、うん、大丈夫大丈夫。これからが本番だよ。これからまだ朝までじゃないですけど、まあ今日は早上がりっていうことをね、天然さんが言ってくれたんで、僕は早上がりに期待したいと思います。イエイ。出勤します。今からここ何日、ここ何回来てるんですか。もうここもう何なんですか今。でも本当に今品川とね、うん、どうすけ、品川、そうです、品川区今激アツですよ。この目黒区品川激アツっすからね。何回来てるんですか。ノイローゼになるよな、もうもうね、俺過信以上に来てるからな俺。もうね、ごめんね。もうなんかね、この多分僕も多分あれなんですけど、中毒性半端ないと思うんですよ、ここのメンツ。あ、WGP ありがとうございます。はい。中毒性高いなこれ。俺たちだけちゃうで、リスナーまで。あ、そっかそっかそっか、そうだよ、アタオカリスナーですから。あ、確かに気をつけて、アタオカリスナーですからね。皆様たちもね、アタオカリスナーたちをね、本当にでもすごいっすよね。でも本当にそうやってね、本当熱心なリスナーさんのね、そういうコメントだったりとかね、なかったらあれですもんね。特命さんありがとうございます。うん、寝不足っすかやっぱり。頭のおかしいリスナーが投げてくれるのかって。なるほど、いやお目が高いな。いや不思議だよですね。徳兵さん5倍ナイス。徳兵さんありがとう。徳兵さんありがとう。嫌な予感しかしないですこれ。果たして僕は帰れるのか、果たして病院に行けるのか、ゴールを迎えられるのか。僕ね、なんかこれ不思議なジンクスなんですけど、あのね、なんか病院の前日って何かあるんですよ。あ、有料、ありがとうございます。徳兵さん、5倍、ナイス。何かあるんですよね。これどんちゅうな。あ、そうですね。ここだけどんつく。さて今夜は何が。特命さん、ごめん、あ、どんつく。ここだけどんつくすかいで。どんつくすかい。どんつくすかい。あ、リーちゃんが。どんつくすかい。どんつくどすかい、どんつくどすかい。くどかったね、くどかったね、くどかった、ね、これ開いてますね。あ、じゃあ、じゃあ、あ、違う、ね、いや、嫌な予感しかしねえ、マジこれ。あ、どんつくラスコイね、どんつくラスコイ、どんつくラスコイ、どんつくラスコイ。足を失った状態で添い寝ってはそれはできないです。
声優になれそうな声だね。いやいやいや、まあそうそう、止めに行こう。え、天然さんってもともとあれですか、そのもう セダンだったんですか。いや俺もなセダンちゃうで。あ、違うんですか。来ました。いやマジで天然さん、マジあの本当あの天然さんあれですよ、マジ本当に展示会ですよマジで。あ、これあれですよ、これあのピロートークですよね。ピロートークちゃうよ、もう行くぞ。あ、もう OK、 時間ないよ、時間ないよ、なしで、あ、じゃあ、うん、おかしい、ちょっと待って、はい、まず自分の持ってるあの、はい、充電器とか。あ、モバイル持って持ってます。あるモバイルとか、はい、あります。線は線もあります。ある、長いのある。あ、あります、ちゃんと自分のあります、はい、これとこれ最終回今日、うん、もう明日が来へんから。さすがにもう3日連続はね、きつい正直。俺もね、俺もきつい。今日で終わりにしよう。もう今日です、さすがにもうきつい。お前置いて帰るつもりだろうぜ。絶対置いて帰らん。それやったら俺が叩かれるわお前。うん、よし行こう。いや、なるべく3000人ぐらい行きたいけどな。3000人ぐらいはなかなか行かんな。うん、誰？もしもし。テレサさん。はい。まだ？あ、もうつき。30分過ぎたけど。え？30分過ぎたけど。あ、もう着きました今。個人さんご一緒？はい、一緒です。わかった。はい。で、はい、あと何分できるの？もう10分ぐらいですね。10分くらい？はい。うん、わかった。はい。で、まず、レッドさん待って。あのね、あの、はい。パーシンさんがね、あの、アーティストで、ね、はい、シラバ作れて、はい。あの、罪を認めない。はい。もしくは、ね、嘘をついてる。虚言、覚えてるくせに嘘をついてる。虚言吐いてる。はい。ね、ラッチが開かないってなったら、はい。私、もうすでに警察に電話してるから。ダメです会長。会長、いきなり警察勘弁しよう。で、それで警察は、はい、ね、その男性を出頭させてもいいし。いや、勘弁してくださいよ。あと、示談金請求していって。示談金ね。うん、示談金。わかりました。出頭が嫌だったら、はい、示談に応じさせなさいって言ってた、警察が。わかりました。刑務所に行きたくないんだったら、はい、私が、はい、ね、私今、法律の、ね、体に触れた場合、はい、身体的苦痛だのか、肉体、あの、精神的、身体的っていうのは体ね。はい、
あ、それはいわゆる性行為ですよね。はい。だけど、そうじゃなくても、私が精神的にも身体的にも苦痛が起きちゃったら、相場っていうのがあってね。はい。あの、言っとくけど、はい、これ家臣さんに言わないで、絶対。はい。はい、値段も今いいけど言わないで、はい、はいはいとかうんとかいい分かりましたとかでいいから、はい、であとうち来ても絶対言わないで、はい、でそれでまず例えば手を握りました、キスをしました、外しました、はい、これ30万です、はい、示談金、はい、これ比較的軽いものです、はい、はい、だけど、ね、股間を触らせるとか、はい、ね、ハークをさせるとか、はい、トイレを嫌がってるのにさせるとか、はい、ね、全部男性側に非がある場合は50万から100万です。100万超えることもあります。はい。OK。この内容家臣には言ってダメと、うん。私が値段決めていいそうですけど。わかりました。どうしてもラッチが開かなかったらもう一回連絡してくださいと。はい。うん。そういう時は刑務所に連れてって、はい、それで、ね、国選弁護人とか用意して、はい、私が示談金を決めて、はい、でそれを家臣さんがちゃんと払うって言ってるっていうね。わかりました。うん。じゃあ、行きます。どっちか。どっちか。はい。うん、はい。捕まりたいか、捕まりたくないか。はい。金の問題じゃないよ。でも、うん、ね、私が夕方配信つけたときに、はい、もう、警察に行った方がいいよっていう意見がほぼ9割だったから、はい、私は今この手腕を取ってる。わかりました、うん、分かった。じゃあもうすでに警察がスタンバイしてるってこと？ていうかね、あいつはね警察に捕まわないと分かんないと思うよ。わかりました。だけど、はい、ね、家臣さんがちゃんと示談に応じますって言うんだったら、はい、ね、あなたにしたことに対して誠意を持って謝罪したいです、はい、謝りますって言うんだったら、はい、ね、私たち別に、ね、まあちょっと話長くなるからちょっと行きますね今から。ね、刑務所にねぶち込みたいわけじゃないよ。わかりました、うん、人生めちゃくちゃにしたいわけじゃないの。わかる、わ、はい、かります。私人を貶めるって嫌いだから、はい、うん、できれば示談金で済むんだったら、それがいい。はい。もちろん。あ、ちょっと、電波がちょっと悪いですね。で、もし、電波悪くない？もしもーし。もしもーし。もしもーし。聞こえる？行くぞ。ちょっと待ってよ。家臣、配置持って。あ、いいよ。はい、いいですか。入ったなぁ。ひょっとしたら行ったら警察おるかもしれんな。さっきを。ちょっと待って。まずポストですよね。いや、まずセブン行こう。差し入れ。無料お願いします。無料とダブル GP。 おお、めっちゃ来る。ダブル GP お願いします。もう3日連続ね、さすがにノイローズになるわ、うん、またここやだお前。またここチーお前、いかがですよお前。ね、うん、4日連続ぐらいじゃないですか。なんかもう3日か。モビローズになるわマジで俺。分かんなくなるし、もう、うん、僕本当スケジュール今日で終わらそう。そうですね。うん、そう。で僕はスケジュール帳のマニアなんですよ。うん、でですね。
25日、天然さん、テテさん、うん、で、26日、天然テテさん、うん、27日、天然テテさん、うん、でこれで28日、天然テテさん、1、2、3、4日連続です今日4日目はい4日連続ですあ、その来てる僕ら、あの依存してるんじゃないですか、もしかして依存してるかな、俺らあの、はいはい、うん、もしかしたらテテさんが俺たち依存してるんじゃなくて、俺たちが依存してるそう、僕らが依存してるかもしれないこの3人が、うん、3人共依存かもしれないですよ抜けられへんよ、ループやん俺そうですよ、これ終わんないですよ、これいやもう若すぎちかね、頑張らなね、今頭おかしくなるよもう頭おかしいですよ、これじゃあ今日はちょっとね、ファミリーマート来たんで、ね、あ、珍しいこっち行くわあ、この辺のところあ、やっぱりあ、やっぱりあんま映っちゃうからですかあれ、なんか買ってくるあ、行ってきますなんか買ういや、僕大丈夫です差し入れ僕大丈夫ですじゃあ、追って、俺買ってくるわわかりました、すいませんジュースはあ、じゃ あのブラックコーヒーでまたお願いしますえこれ4日連続ですよスケジュール帳のマニアだから、はい、4日連続ですよで僕はそれを今日飛ぼうとした、うん、でも本当に明日今日本当に今日病院なんですね本当にあのスケジュール帳を見ていただけると分かるんですけどね これ見えないからごめんセンスないな病院なんですよ病院ねちょっと見づらいかなごめんなさい、センスなくてそれ、ね、ピューピューピューないですちょっとごめんなさい、見えないかいや、今日はさすがにだって車も置いてきたし、あ、ピントねいやもう最近もう忙しすぎてデスノート書いてないで結局書いたところでまた結局どっかでさ、ね、奪われる可能性もあるわけじゃないですかだからもう書いてないです、うん、あ歌詞にドンツクラスコイドンツクドンツクラスまずは、任せとけよあー、攻め踏みなこと言うなよあ、OK です、ありがとうございますあ、徳兵衛さん、ありがとうございます今日始まった。始まったんですね。お姉さんありがとう。負けるな、頭が何かけて OK、特命さん、ありがとうございますえ、何ちゅうタイトルなんですか、うん、なんでだろうね特命さん、ありがとう
家臣、詐欺師に負けるな。ありがとう。ああ、ポチャマルさん、初コメさん、ありがとう。いや、添い寝は今日もしましたね。添い寝というか、でも今日何もしてないですよ。言うわけではないと思うけどね。ちょっとごめんね、皆さん。ちょっと待ってね。ここ繋ぐところなんですけどね。ちょっと待ってね。もう嫌な予感しかしないんですよ、これ。ね。特命さん5倍ラスコアイね。ああすいません。足。はい。アイコスいいだっけ。もう今日なんか疲れてますよ。でも分かりますよ。ヒロコンバイです。ですよね。きつい。めっちゃ疲れてますよ、ね。昨日はここ走って走ってじゃん。ここ。この通り。ダッシュで。ぐあしょん。テテさんもなんか今会長メモ配信始めたみたいで。そうなん。はい。よくこんな配信よ4日も見るよね、リスナーさんも。そうですね、うん、不思議ですよね、うん、どうなんですか、その青年さん的には手応え的にはどうなんですか、正直。いや、なんでこんな配信2000人も見るかなんて分からない。あ、マジですか。俺には全く、うん、なんでですかね。ただでも本当その中で皆さん、僕今この僕とこの会長の件って本当生の感情なんですよね。だからこそこうなるんですよ。感情なかったらここまでこんな揉めないですからね。分かりますよね、これね。その感情を今リアルでね、生配信ということでね。そうなんですよ。別にこうなることを期待したわけじゃないんですよ。ね。で僕なりにね、あのね、天然、そもそも天然さんのね、電話を出なきゃよかったんです。だけど、ちょっと、もうちょいしのぎって頼むわ。今7000ポイント。もうちょいだけしのぎって、これ絶対さ、完走したらこのしのぎこれになるから。ノルマ3万ポイント。あと1万、2万3000ポイント。ノルマまで。しのぎお願いします。あと2万3000ポイント。これまだまだ、これ前振り序章、今これピロートークですからね。あと2万3000。お前ナイス。会長くらいだ、これお前、俺7000ポイントやったら俺ですよね。うちボーナス安心しそうわ。
あここだけなんつく。はい、しのぎた、しのぎ。写真。しのぎ。ごめんなさいです。なんつく、なんつく。ごめんなさい。綺麗な。僕には突出してくれたかな、久米さん。僕にはこじりがカバと似てるなんて、まあ、これなやってなんかしのぎなかったらやってられんぞお前。配信ぶつ切れぞこんなもん。普通でもすごいよね、本当こんなもん。本当にその最前線でこんなことさ、みんな皆さんもそうですけど、いろんな、ね、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、うん、やっつきました、トップグループ本社。ちょ、まあ、まあ、まあ、急ぐ、急ぐな。違うんですね、うん、ここやで、プロは。お願いします、しのぎ。しのぎ、お願いします。ノルマ達成で、あの、突入するんで。ノルマ達成で。花火どんつく。ごめんさん。優しいわ、マジで。これなんかやってられるんだ、お前。マジで。うん。これがなかったらな、俺たちやっていかねえから。あと、あと少し、あと少し、あと、あともうちょい。いや、本当にあの皆様に生の感情をお伝えしたい。それが、あの、多分先輩配信者たちなんですよ。生の感情で。そうですね、アカウントは守ります。はい。カテゴリーは何位、カテゴリーは。マンスリーが8位か、今。しのぎお願いします、しのぎ。もう少し、もう少し。乗る場まで。ロケット、どうですか、すごい。あー、匿名さん。あ、一個だけ、一個どんつく、まーさん。乗る場まで、もうちょい。もうね、ゴールはそこです。こっからな、こっから先にね、展開が待ってます。うん、展開が。警察系はないよ、多分。うん、16番なんつかすかい、16枚ダブル GP とね、ダブル GP と36倍15トンですか、すごい。スーちゃんこういう風に持っていくね、わかる。うん、こういう風に15倍トンつくダブル GP、 アナちゃん、うん、ハートハミトンつく M ちゃん、もうちょいか、もうちょい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 、うん、2個ドンつく、チムチム、うわお、お前が、お前が、トップはドンつかすかい、ハンタテック、特命ちゃん、ありがとう。バンなれへんすんね、うん、まあ、2個玉、まだあかんの、そういえば、うん、2個玉ないの、まだ、ダメなの。そうなん、最悪 TikTok やな、うん、最悪。あ、そうなん。さあ、もう少し、残り1万、1万、1万ポイント、残り1万、お願いします。もう頭おかしくなるわ。頭おかです。もう早くしゃい、早くしゃい。4日連続です、うん、4日連続、頑張ってるねって思ったね、石田さん、お願いします。ここだけなんとかすごい、こうちゃん。こうやってあの、おるからさ、絶対に投げてたんで、うん、分かる。これをこの投げてくれる人を書き入れるわけよ、うん、分かる。はいはいはい、うん、皆さんお願いします、今日のしのぎを、ね、あのわざわざ僕をね、あの追いかけてきてくれた天然さん、しのぎまであともうちょい、あと1万ちょい、1万ポイントお願いします。
と無料とダブル GP とね、お願いします。これおかしいな、これ給料日のはずで25日、うん、そうですね、25日給料日のはずだけどな。その話も後でええやん、うん、今ここで ね、ごちゃごちゃ言ってもしゃあないからな、うん、今はしのぎ、うん、で給料&ボーナスね、うん、テテさん行かれてるから、うん、この前本人言ってたんが頭おかしいで自分で、うん、頭おかしいってね、この前言ってたからおかしいの俺たち。そうですよ、アタオカクラブですよ、うん、皆様もね、うん、アタオカの世界ですよ。3万ポイント行ったら行くよ俺、しのぎ、うん、赤字ですわもうこの配信毎回大赤字やわ、うん、ノルマある、ノルマ、僕たちトップグループ、そうですよ、怒られるんですよ。成田風景閲覧目的ちゃうよ、うん、閲覧よりしのぎ、こっちですよ。でこの配信はちょあんまりねガチになって見やんとって、うん、OK、 この放送はあんまり向きになって見るもんちゃうから、あたおかですからね、うん、沼ですよ、一歩引いてね、うん、吉本新喜劇見てる感覚で見てほしい、うん、はい、もう845チェックね、うん、銀太郎ひゅうか、お前忘れちゃうの、お前どうしたよ、お前こんなんもうプラチナの関係者もしょうがないから、なるほど、うん、金でも、なるほどね、うん、偉そうに見えたら、はいはいはい、こっちは劇団員ね、全員、うん、もうそれガチになって見やんとって、うん、天然さんで、天然さんがやばいですとかで、じゃあもうこうしよう、もうこうしよう、あと5000ポイント上がっていくわ、うん、あまりにも上がらん俺、もうちょい、もうちょい、うん、ガチです来たかよ、うん、あ、ひこぼみたいですな、うん、あ、もう怒ってるわ、ほら怒ってる、いつ来んねんて、できます、おわ、なんですか、アイちゃん、腰出して、頼む、今日ノルマがやばい、ここだけなんつかすごい、ここは10個、あ、みんちゃんやぞ、みんちゃん電話じゃんってる、電話が、うん、10個なんつく、みんちゃん、さすがまた来るな、あんま大声出されへん、はい、お願いします、5個の2倍どんつく、みんちゃん優しいわ、あいちゃん頼む今日、ああんちゃんもな、ありがとうメロンパン、あんちゃんも、うん、あ、もう、あ、3個どんつく、5個か、フランスパン、チャイありがとう、チャイ、じゃあ行こうか、うん、はい、行きます、ここ電波悪いからさ出していくぞ、はい、お花どんつかすかい、特命ちゃんやぞ、お花火どんつかすかい、電波調整、うん、電波 OK、 電波 OK、 よし行こう、
じゃあ電話で注文通じます。受け取りません。やめてください。トップグループ本社一番教えよう。どうしますか？店長さんは。はい。おはようございます。はい。それで、さっき、電話した時に、相談したりね、最悪、どうしようもならなかったら警察呼んでくださいって言ってましたよね。合ってますね、それ。わかりました。ちょっと今3人で話し合うんで、どうにもならなかったらもう一回電話します。はい、ありがとうございます。何度もすみません。はい、ありがとうございます。失礼いたします。110番で、はい、わかりました。はい、失礼いたします。え、警察？警察来ます。バカでもわかるか、読め。法律の本だ。え、警察来るの？かさっさと入れ。いやいや、これ配信回すんじゃない。これ、ちょっと話してください。びっくりした。わかりやすく書いてあるから読め。じゃあ入ります。全部読め。失礼します。びっくりした。ちょ、お腹空いてんですか？あ？お腹空いてんですか？お腹空いてるんですか？ロースカツ食ったからお腹空いてないけど。はい。いや、いきなりこれ奪おうとしたからさ。置いといて。あ、これ僕の弁当です。今からね、はい、警察来るかもしれないのに。ちょ、勘弁してくださいよ、会長。冷凍食ってバカいるか。勘弁してくださいよ、警察。おかしい、正座やろ、お前。あ、チョコレートね、ありがとうございます。まず、警察に出頭するか、弁護士雇うか、私と直接示談金約束するか、どれにする？3つ選べるけど。あ、会長、落ち着いて。一応社員なんで。おかしい。体触っただけで、手握った、キスした、それだけで30万だと。なあ、書いてあるよな、文章の中に。座っていいですか？どうぞ。どうしたの、会長、いきなり。精神的な苦痛、身体的な苦痛を与えたら、ね、50万から100万、100万超えることもあると。示談金。私がどれだけの苦痛感じたかで、金額決まっていく、決めるし、今、警察電話してたのも、自首するか、示談金を相談して、決めていいって言われてる私が、警察から。で、ダメだったら、ラッチ開かなかったら即110番しろって言われてる。どうすんだお前。ああ、どうやって落とし前つけんだ。なあ、8時からの。会長。これ以上トップグループの闇をね、出したらね、ちょっと株価がまだ暴落します。あ、トップグループがなんだって？トップグループのこの闇をね、ちょっと出したらね、また株価暴落するんで、ちょっとあんま控えた方が。もう一個バラしてやろうか。え？さっき電話で、ね、8時に配信つけなかった理由、総叩きに遭うからだよな。はい。それが怖くて、すっとぼけたな、お前。はい。
で、しかも覚えてないんだな。はい、酒も飲んでねえのに。はい、どっちも酒飲んでねえぞ。だけどこっちはな、被害訴えてんだな、思いっきり3つちゃんとやられたこと覚えて言ってんだな、阪神で。何をしましたの？会長、相当詰められたんじゃないのか、3時の配信で。会長、会長、一回落ち着いて、座ったら着席で。会長、店主さん座って。いや、会長も座ってください。じゃあ、これ差し入れ。ここは私が上の立場だ。いやいや、会長、座ってください。全部その3つの犯行、お前が覚えてないって言って3つとも全部具体的にやったことだから、私に許可もなく。何をしました？だから僕が3つ。あ？何をしました？まず私ここで YouTube 見てたよな。はい。お前寝てたな、ここで。失礼しました。寂しいから添い寝してくれって頼んできたな、それ1回目。はい、で、私寝てた、隣で仰向けだったり背中向けて。で、お前何した？私の背中に腕回してな。あ、どんだけ強い力で抱きしめてきたんだ。で、私、男の慣れしてないし、男の免疫ないからやめてくれって言っても、レズビアンだし、お前、ランちゃんのこと忘れらないから、好きなわけでもない相手に、そういうことを寂しいからするなって言ったな、私。ね、ランちゃんって好きな人がいるんだから、やめろって言ったな。それが2回目。最も最悪なのは3回目だ。足もちこち入れる。服、毛布の中で私の右手取ってね、服の上から自分の下半身触らせて自分のブツ、一物、硬い気持ち悪いやつ、それお前触らせてるよな、私に。手のひらで。会長、自分で誘導させて。会長、カチカチンのカチンですかね。私がこうなんで嘘つくか。夜中にね、テストさん置いてて出てったよな。はい。近くの椅子がある暗闇で泣いて配信してんだった私。はい、みんな聞いてるからな。はい、ケンジ、それがお前のやったことだ。これ強制わいせつ罪だからな。なんだったら性被害で。え、飯は食べてない。食べてない、食えよ。ちょっと待て。はい。誰が飯食っていいって言った？いや、あの、ご飯食べてないらしくて。今取り調べ中なんで、ええよ、食っていいよ。まあ、とりあえず最後のシャバの飯になると思うから、食っとけ。ありがたく。本来これ、弁護士立てるべき問題だと。今どんだけ性被害や犯罪に厳しいと思ってんだ、このご時世。あらさの知る、はい、最後のシャバの空気だと思え。そんぐらいの覚悟持って食えよ。はい、ミュート。はい、ミュートします。
ということで、ちょ、徳地かしら、徳地、会長、座ってください。人の体に触れると各都道府県の迷惑防止条例違反、いわゆる痴漢、または強制わいせつ罪が成立可能性成立する可能性があります。両者の細かい違いは、まあ、省くんだけれども、痴漢より性的羞恥心の侵害の程度が高い行為をすれば強制わいせつ罪が成立します。性的羞恥心の侵害の程度により被害者が被る精神的苦痛の程度も異なるため、示談金相場にも違いがあります。具体的には体に触れる行為が痴漢に該当するケースでは30万から50万程度、強制わいせつに該当するケースは上記の通り50万から100万程度になることが多いです。ただ他方でわざとではなく過失で人の体に触れてしまったようなケースでは犯罪成立しません。だけどね、じゃああなたはなんで覚えてないの？覚えてないでしょ。なんか、よく証拠あります。黙って聞いてればよ。おお、家臣さん。いいよ、これ聞けばって。まあ、そういうことにやれんぞ、マジで。俺のさ、どれだけ手のひら返しかって分かんねえのか、お前。あ？黙って聞いてればよ。自分の都合のいいように言い張ってよ。私がいつ、そうにして、ね、ハグしていいとか、お前の、かかん。股間だな、あの触れたいとか言ったんだ。証拠あるんかい。私から誘ったことない。出してください、証拠、出してください、証拠は。あんまり大人を舐めんな。逆に女なめんじゃねえぞ、この野郎。なめんなよ、マジでよ。男なめんななんてな、こっち言われないでんだよ。いや、大人をなめるなって言ってんだよ。大人？は？お前、私より何か年下か？カシン、ジュース。はい。ジュース。いらん。そんな態度を取ったやつのものは笑わない。会長、何してるか。会長。会長。大人なめんな。こっちをバカにするのも。会長、ちょっと電話来て、電話来て。事件です。会長、ダメですって。もう強制わいせつ罪で一人の男確保してます。はい、すぐ来てください。はい。で、覚えてないとか
言ってて、最初すごい気の弱いふりしてました。無罪になろうとしたんですね。で、私一回管轄の警視庁に2回電話してます。はい、それで目黒警察です。で、それで自首をする必要があったある場合と示談に応じない場合、すぐ110番してくださいって言われました。だから加害者男が開き直りました。加害者男、加害者の男が開き直ったんですけど、性犯罪です、もしくは強制わいせつ罪です。で、警察来たら話します。おさらいした。だから単に2回してるから110番しろって言われたって言ってんだろうが。おお課長、おお落ち着いて。そう、あ確保してますよ。証人になっていただきたいです。はい、だから最寄りの警察に連絡入れたら、2回とも入れたらね、緊急事態だから性犯罪、性被害、強制わいせつ、ごめんなさい、昨日です、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、本当です、本当です、離れろ、ちょっと待ってください、離れろ、土下座すんじゃねえ、てめえのさっきの態度なんだ、大人だからなめんな、それてめえな、男だからな、なめるんじゃねえって言ってるようなもんなんだぞ、女に向かって、差し入れ、差し入れです、飲まねえよてめえらの入れたもんなんか。じゃあトップグループは今日で解散ですか。勝手に株なんか暴落しちまえ、てめえはな、一回捕まらなきゃなんか、捕まらなきゃ分かんない、他の女性の性被害、うちにタヌキ飛んできてるぞ、ハト、ランちゃん、リンちゃん何した、マユちゃん何した、女の面のも対岸にしろ、大丈夫か、大丈夫です、大人な面だって、男な面だって言ってんのと一緒だぞ、わかるよなそのつもりで言ったよな、お前私のことバカにしていったな、それそんなもん言われ慣れてんだ、こっちは女だからなめんじゃねえぞてめえ、シャバの空気最後だけ食っと
ちゃんと遠くと味わっとけ。シャワーの空気。こっちはな、すぐ110番していいって言われてんだよ。ラッチが開かなかったら、お前即逮捕できんだと。会長、それだけは勘弁してください。店長黙れ。いや、黙れ。黙れないです。今回だけは勘弁してもらえませんか。会長さ、そもそもさ、今日そのバグロに至ったその理由は何ですか。そこをまず教えてください。絶対お前半身でずっとボケると思ったから、私の失礼にすると思ったから、お見通しなんだわ。何をですか。明日病院があるからね、クデさんごめんね、帰るね。バカ言うなよ。こっちはな、ちゃんと何人配信、自分でやるかい。いや、知ってます。自分でやるかい。触るな、手出すな、近寄るんじゃねえ。じゃあ、なんで呼んだんすか。なんで呼んだんですか。あ、いや、いいです、ごめんなさい。なんて女ですかって言ったの今。ちょっと一回それだけちょっと閉めてくれ。なんて女ですかって、なんてひどい女ってことが言いたいの。違う、なんで呼んだんですか。なんで呼んだんですか。話しつけるために決まってんだろ。もしくは自首しろ。アルコールも飲んでないのにな。覚えてねえわ、通用しねえぞお前。いや、ほんと覚えてないんですよ。じゃあ聞いてやろう。親切に、じゃあ私が一回チャンスやろう。はい。なんで覚えてないんだ。課長、あの電話は繋ぎっぱ。電話鳴ってない。え、保留したでしょ。保留。切ってる。電話切ってる。ぶつ切りぶつ切りしてる。チャンスやろう。なんで覚えてないか言え、説明しろ。いや、覚えてないもん覚えてないんですよ、まったく。それな、じゃあ、とりあえずね、課長、とりあえず座って、はい、タバコ吸ってください。吸ってください、はい、タバコ。で、昨日も言ったんですけど、何そうですね、そのハグしたりとか、それにして拗ねて、ね、来てくれって言ったのもそうなんですけど、で、カチンのカチンを手にやった記憶は本当にございません。刑務所行け。僕もさ、会長、チャンスなんかやんねえよ。チャンスをお願いします。私散々レズビアンだって言ってるような、男に免疫がなくて男の体に触られんのとか抱きしめられんのとか慣れてないからやめろっつったな。私拒否してるな。会長、チャンスお願いします。もう一度で、お前ママ活やってんだって。いや、関係ないじゃないですか。それは別にママ活やってます。金あるな。じゃあ寝ないっす。会長さ、なんでこういう感じになってるんですか。なんでこんなことあるんですか。お前に会長って呼ばねえすぎゃいねえよ。おかしくないですか。全部話したじゃないですか。なんでそれでこうなるんですか。僕が配信つけたのがいけなかったんですか。お前が配信つけたら車の中が素出るよな、すっとぼけるよな。
で、だから、何、普通にありがとうございましたって言ってたら、そうしたらいきなり会長が配信始めて、で、僕がなんかそれ、怖くなんかそういうことをやったっていう、それで行き始めましたよね。それはみんなが、私が夜中に、ね、テンストさんとお前を置いて、家の鍵も置いて、出てったからだよ。それで、とある場所のベンチで泣きながら引退する永遠にバイバイさよなら探さないでねって。だから今日説明してね、いろいろ事情があるからって説明しましたよね、ちゃんと。でそれで会長ここで見送ってくれましたよね。うん、またね、頑張ってね、お疲れ様です。え、これ信じちゃうんすか。それただの嫉妬じゃないですか。誰に対して。それ女の嫉妬ですよね。誰に対して。女の嫉妬ですよね。僕らと事情あるんですよ。見せたじゃないですか。僕天然さんにも見せてないですよ。スケジュール見せましたよね。ちょっと待って、嫉妬って誰、何に対しての嫉妬。だから今日一緒に過ごしたかったんでしょ、昼間まで夜ねえ。テイスト、はい、やっぱ110番しろ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。これ本当真実ですよ。110番する意味がわからないです。こいつ一回捕まんないとわかんないよ。どういうことですか、会長。私が、はい、ねえ、どこで嫉妬って言った。私いつお前に恋愛感情あるって言ったんだ。いや、やってることが嫉妬じゃないですか。やってることは女の子じゃないですか。さっきも女性っていうことで、女の子じゃないですか、やってること。男ちゃいますやん、女やん。それが女なんですよ。それが女の嫉妬なんですよ。わかりますか。まだ会長気づいてないです。自分が男であるってことです。思ってると思うんですけど、これが女の嫉妬なんですよ。言っとくけど、私政治人が男なんて一回でも言ったか。言ってはないです。言ってはないですけどね。それお前の髪決めつけだな。だけど僕と一緒に過ごして女になったんですよ。ああそっか。会長ダメ、一回出るぞ、会長、落ち着いて、会長、一回出ろ。頭引っ張ったことってめ。会長ダメっすって、暴力は。一回出ます。会長、これ差し入れ、カルピス。会長、一回出直します。もう一回。二人ともそこから一歩も動けない。え、動いたらあかんすかね。僕たち。おい、そこの青の T シャツの男。はい。黒つ、てめえは黒。あれです、黒す。斜めよけ、バッグつけてる、お前。ドアチェーンつけて鍵閉めろ。ちょっと待って、それはちょっと、反応させて、丁寧ないです。それは、逆にですよ。軟禁ですよ、それ。なんで、鍵閉めるだけでいいじゃないですか。閉めたっていいじゃないですか。これで、なんでこれでチェーンまでかける必要があるんですか、皆様。どういうこと。ここ、私の家だと。あなたの家主の言うこと聞け。いや、会長、一回落ち着いて、僕ら出直しますわ、今回。かけるから。チェーンかけますよ、じゃあ。かけますよ。一応チェーンかけて。はい。うん。はい。逃げようとしてんのか。逃げないっす。目に見えてわかるんだよ。お前さん、
私がさ、ね、普段暴力一切振るわないね。天使とに対してだってペシぐらいでやめてた。大触りわざとね、天使とはね。だけどお前やってること女、女の嫉妬どういう理屈だ。それ性加害、それは性被害に遭った女に向かって言うセリフか。矛盾してるじゃないですか。ちょっと待って、どうぞ。性被害って、性被害っていうのは昨日の事件。昨日の事件終わりましたよね。今日の朝で千年さん来てくれて。昨日の事件に、朝終わったの。一回終わったんですか。で、みんなになってそれでも納得だ、ラストのチャンスだってあったじゃないですか。それで、朝一回終わってそれをぶり返したこと。会長、今回だけはチャンスお願いします。今の態度見てたの、一部始終全部見てたな。電子と見てました。会長が家臣の髪の毛を引っ張ってました。違う、頭殴ろうとしたの。はい、確かに手出した方が悪いよ。はい、だけどこいつの言ってることは異常すぎる。はい、女の嫉妬、やってること女、私いつてめえに惚れてるって一言でも言ったか。それが女なんですよ。もう認めてください。ちょ、家臣も言う、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 はい、言う、はい、言う、はい、それも絶対煽ってくれる。はい、すいません、私ちゃんと法律のページ読めって言ったよな。見ました。警察に出頭するか、弁護士依頼するか、示談金の3つ選べって言ったな。で、それがこっちが黙ってりゃいい気になりやがって、大人なめんな、弁当食いながら言ったな。お前それイコール男なめんなって、てめえが先に男出してんだよ。男としてね、なめんじゃねえぞって言って脅してんのてめえなんだと。それで私に対して女の嫉妬はふざけたこと言ってんじゃねえぞ。リスナーなんて言ってるか教えてやろうか。何ですか。てめえ一回刑務所入りやがれ。だから証拠あるんすかって。メッセージあるなんですか。僕は逆色の天才ですよ。あ、愛ちゃんです。何がテテさんの中で今日僕が帰る理由も説明いたしましたよね。で、僕が外を出てで謝罪配信したって、僕も配信して、なぜそこで暴露に至ったわけなんですかと、まず聞きたいんですよ。その心は。お前が家にいる間、じゃあ私がこの被害を訴えたとする、警察や配信でね、寝たふりして毛布かぶってスマホで LINE 打ったりするような男だから、動画配信見たりする男だから。お前え、いけないんですか。だってそしたらね、何するか分かんないよね。お前違う、寝ててスマホのをいじってていけないんですかって。てかそもそも何するか分かんないのにね、言えるか被害報告、やられたこと、されたこと。そしたら、お前、今みたいな態度取ってたよな。きっと、全く同じ態度取ってたよな。娘さん、会長さ。そしたら、A 番だからな、お前。それさ。じゃあなんでその時に、じゃあ僕が帰る時に、
なんでそこで会長さんに会いたったんですか。そこで言うのよかったじゃないですか。人は時に天使、人は時に悪になるんだよ。だからだからなんでその悪になったんですかって話しましたよね、二人で。だからあれですよ、だから今日だから昼一緒にご飯食べる約束ブッチしたからですか。あ、一緒に買い物行こうって話しちゃったじゃないですか。お前が帰ってからじゃないと被害報告ができないんだよ、みんなに。じゃあなんで、じゃあそれそういうふうに思ってるんだったら、じゃあ週ご飯食べようって言うんですか。家にいたらお前何時するか分かんないから。え、何するか分からない人とご飯食べようって言うんですか。外に出たら人目があるからお前変なことしないよな。え、違いますよ、買い物行って家にご飯食べようって言ったじゃないですか。だからまず外行って、それで家帰ってご飯食べてればね、何も変なことしないよな。放置しとくと、あと眠かったりとかするとそういうことするんだよな、お前って。え、だから違いますよね。だからそれで、だから僕がだから言うことを聞かなかったから、そのなんか怒りがそれ暴露に至ったってことですよね。その僕がじゃあその普通に、何がそんなこと言ってんの、ね、普通にじゃあこのまま何もなくて普通に一緒に寝てて、お前さどういう脳内変換してんのね。え、これも IQ いくつ。 IQ70 ですよ。あ、低い。はい。はい、知的障害か。あ、そうです。軽度の。はい。軽度知的です。75以下だもんな、はい。はい、手帳です。はい。あの手帳です。はい。軽度の知的障害？はい。うつだけって言ったな、あの時、はい。軽度です。はい。だけど、軽度の知的障害あるんだな。あります。だからって免罪符になると思わない。病気を盾にして無罪になろうとするな。大バカ者が。うつがなんだ、知的障害がなんだ、軽度の知的なんでしょう。だからなんだ。はい、会長、これいつまで続くんですかね。あの態度取っといてな、男なめんじゃねえ、大人なめんじゃねえって弁当食いながらの脅すようなこと言って睨んで人が黙っときゃって。いや、そっちに脅してるじゃないですか、警察呼ぶって。当たり前だろ、強制わいせつ罪。でも帰りますよ。性被害です。帰りますじゃない、お前にその資格はない。ちょっと待って、ね、これ軟禁じゃないですかこれ。軟禁ですよこれ、皆さん、これリスナーさん、テストさんがここに一人で、これ軟禁ですよね、これテストさんがここで一人見てるんだから、これ軟禁ですよ。なんでですかこれ。逃げないように見てもらってんだから、お前はそこに座れ。いや、僕ペットですかって。それ僕ペットですか。お前自分罪人っていう自覚ねえのか、犯罪者っていう自覚ねえのかなあ、ケイトの知的障害よ。いや会長、それね、あんまり言ったらダメです、放送上。やめてください。弁当食ってね、大人なめんな、男なめんな、黙ってるよ、調子に乗り上がってぐらいのこと言ったのがてめえの本性だ。だからそもそも、だからなんで、ね、そういう配信をしたんですかって。私も配信つけるといいか。です。あ、何ですか。会長、一回座りませんか。よし、いつものポジションでとりあえず。
陳さん、3600見ます。なるほどですね。僕は冤罪です。冤罪です。逆に言えばですね、おかしくないですか、よく考えると。明日本当に僕はね、病院行かなきゃいけないです。いいですよ、別に天然さんに承認になってもらってもいいですけど、本当に病院があるんですよ。で、それって帰りますって言って、はい、失礼します、どうぞ。はい、で、納得してもらったと思ったんですよ。で、実家にも行きたいから着替えたりとかにもね、荷物もあれだし、着替えたいしって言って、で、それで配信してたんですよ、車載配信を。タコせんの、あ、すいません、うん、失礼します。配信するんじゃん。なんですか、ちょっと配信、な、ねえ、てぇさん、どこ、え、やめてください。見えた、ここですね。もしもし、110番したんですけど、管轄の、はい、管轄の警察に連絡してくれて逆に言われました。はい、で、はい、で、加害者のね、あの、男性が今、私、被害者女性と知人と2人で見守ってます。だから、すぐ来てください。話し合いにならないし、拉致があかん。あ、こっち、開かない。あ、こっち、こっちですか。いいよ、ミュートにしてね。ミュートしてないで、テンスト。え？ミュートして。はい。住所言うから。はい。東京。はい、はい、で、あの、自首もしない、自首もしない、示談金にも応じない、なおかつ黙って聞いてりゃ男大人を舐めやがってと。はい、あの、本当は昨日性被害強制わいせつ行為に遭ってたんですが、はい、あ、体に触れてますね。はい。で、はい。あと、体を触らせましたね。自分の体を男性が。許可なく。はい。強制的に。ね。はい。あの、逃げないように。はい。ちゃんと、知人と私の前と後ろで挟んで、あの、なおかつ、ドアチェーンかけて鍵閉めてやってます。はい。なんで、はい、逃げないようにしてるんで、しかも覚えてないと。だけどアルコール飲んでません、二人とも。せいぜい飲んだの眠剤です。だけどその三つやったこと行い、二つは覚えてる。肝心のね、肝心の自分の陰部に私の手を持ってって硬くなってる
勃起してるっていうのを触らせたのを覚えてないと都合よく言う。さらに免罪だという。家に、ああ、まあなんか一回来ましたけど、まあ、あ、はいはいはい110番したら管轄でお願いしますって言われました。私は受付で言われましたって、110番してくださいって言われましたらっちゃかなかったらって、だけど110番ではなくて管轄行ってくださいって言われました。だから警察すぐ起こしてください。はいはい、行くぞ。シャワーの空気吸えるの最後だと思うよ。帰るなよ。いや、よいしょ、一回出ます。これ配信ダメなんで。え、配信ダメです。何？配信ダメですよ、警察。だったら切れば。いやいや、ダメでしょ。一回、一回出て、もう一回行きます、また。ダメに決まってんだろ。え？今ここに身が拘留してんだから、はい、外に出すわけにいかないんだよ、てめえら二人。僕もですか？はい。今、二人とも帰ろうとしてる。だから急いで来て。逃げようとしてるから。逃げないですよ、僕。はい。男二人です。え？何？何？はい。私が何だって？あの、まあ、二日ぐらい一緒にいたんですよ。とある事情で。加害者男性と。で、それでまず被害が、待って、被害受けてんの私だから。で、あの、すいません、私がまず私が起きてました。で、加害者男性が寝てました、マットレスで。で、それで寂しいから添い寝してほしいって言ってきました。それが1回目で、私背中向けたり仰向けに、ね、向けたりして、あの、警戒しながら横になってました。そしたら抱きしめてきました。すごいギュッて真正面から添い寝しながら。で、3つ目、あの、私の右手を取って、手首取って、手の甲とか手首そのあたり取って、服越しに自分の硬くなってる、勃起してる陰部を触らせました。無理やり。これ全部許可なしです。はえ、私ともう一人の知人が、加害者がね、免罪だとか覚えてないとか、そう、免罪、冤罪、冤罪だとか、証拠がないとか、ね。あと、さらに、ね。男だから舐めるなぐらいのこと言ってるんで。会長、車に忘れ物しました。あ、わかりました。お願いします。すいません。よろしくお願いします。忘れ物。はい、配信切りな。いや、切れないです。警察来るよ。忘れ物しました、車に。え、忘れ物取ってきていいですか？すぐ戻るんで。それは警察に許可取って。いや、あの、充電ないんで、僕携帯の。話なんか切ったっていいだろ、警察してないんやから。財布とね。じゃあ、なんだったらこっちが写してやるよ、はい、こっちが配信してやる。配信していいぞ。アシン、お前、サイト取りんぞ、免許証。警察来るから、免許証入れろ。
待って、どこ行くんだお前ら。財布取りに行くぞ。財布、財布取らんと警察に免許証いるからね。絶対逃げんなよ。はい、身分証なかったら僕らね、怪しいもんと思われるんで取ってきます。カシャカシャ。